11月28日朝6時3分の相場解説になります。今日も1時間足から一緒に見ていきましょう。いやー、良かったですね。こう、なんと言いますか、上がってきましたね。ぐーっと上がりました。ずいぶん取れたんじゃないですかね。109円の方から110円の方に向かうと言ったのが一昨日だったんですけども、まさにね、109円の方から110円の方に向かって、これ110円の方まで見てもいいんじゃないかなっていうところまでね、来てますね。今109円の538です。この2日間かなり利益を出せたんではないかなと思います。いかがでしょうか。それでは1時間からね、デイリーの方に振り返ってみましょう。これがデイリーなんですけども、注目する点っていうのはここと、ここと、それからここと、ここもありますかね。この赤い線を随分前に引きましたけど、ここに絡んできたところが今丸をつけたところです。で、大部分はこちらのね、下に展開してたんですけども、今もう上抜け切りましたね。ということなんで、考えられるのは、一旦調整が入った後、上に上がっていく形です。というのは、多分ね、何日か前にこれをやったと思うんですよ。昨日だったかな？こうなっていて、こういう風になっていって、こういう風になっていって、まあ、左右対称ってやつです。こうね。これがこういくんじゃないかな、ということです。なんか印象にありますかね？まあ、左右対称、いつも私がね、信じてるわけではないんですけども、要するに、ここが底になって、大きな流れとしては、こういうふうに V を書いたんじゃないかなってことですよね。これが、デイリーです。で、4時間の方を見てみると、短い時間では買いですよって言いましたけども、1時間、4時間のことが短い時間軸だったんですよね。で、長期。だから、デイリーとかウィークリーってのは、売りなんではないかなと思ったんですけども、いや、これもしかしたら、デイリーの方も買いに影響したんではないかなと思いますよね。で、この4時間足を見てみますと、ここがね、行ってみたら、三尊に似たようなやつがここにあったよねってことなんですよ。で、そっから、買いに入りますよって言ったポイントが、ここを超えてからですね。ここを超えたらエントリーできるとこです。まさにここ、ぐちゃぐちゃってしてましたよね。だから、ここに至るまでは、ちょっと買いがね、入りにくかったんですけども、ここからは大いに買ってくださいってところで、もうここからね、大陽線ばっかり出てますね。ありがとうございました。ということで、1時間にもう一回振り返ってみますけども、あ、印刷になっちゃった。印刷になっちゃった。もう何やってんだ。こんな感じです。はい。で、よくわかるように、ちょっと詰めながらやっていきますね。カーソルがなくなりましたね。こうですね。随分、ほら、上昇傾向が強いでしょ。だから買いで行くようにずっとお話しといてよかったなと思っています。肩の荷が下りました。これからですけども、一旦調整が入ってからの再度の買いを狙おうかと思います。本日は以上です。